福テレソラネットです。週末の天気もお伝えしますが、今日はですねこちらでございます。丸々の秋皆さんはということなんですが、ガネコさんは食欲の秋ですね。これね仕方ないのね。代謝が良くなるからほら寒くなって、はい、食べちゃって、私も食べて飲んでパリッパリになっちゃいますから。私もどんどん狭くなります。お互い気をつけましょうね。はい、私はですね、結構福島に来てから競馬で季節を感じることが多いんですよ。はい、秋の、そうなんです。明日から競馬の秋がやってくるということでね、春は花見をしながら競馬、秋はですね向こうの山々の紅葉を見ながら競馬を楽しめる、こんないいところはないですからね。そうですね。今日はこの話題をお伝えしたいと思うんですけども、皆さんからですね福島競馬場の思い出を送っていただきました。これバックヤードツアーの時だって。普段行けない場所で楽しかったです。これどこかなと思ったら、本場場からパドックかな、分かんないけど、こういう地下道があるんですね。普段入るのファンにはたまりませんね。たまらないといえば芝コースの開放があり、馬のように全力で走って、ゲートに入る貴重な経験をしました。馬の気持ちになって、馬の気持ちになれたんじゃないか。そしてね、なんといっても競馬グルメなんですよ。あのね、ここは美味しいもつ煮とかもあったりとか、あと地ビールも飲めるから、飲んで食べてね、楽しむことができる。食べるといえば、福島競馬場限定の、駅ではないのに駅弁がある。そしてメニューが、これね、わかります？これあ、そう、こういうふうに名前がメニューになってるということなんですよね。出馬表になってるということでございます。それからですね、こちらです。お重長さんっていうね、馬がこう出走した、これらのあれですよ、障害のレジェンド級の馬、すごい馬が平場での普通のレースにですね、挑戦したことがあります。この時もたくさん来ましたね。そして今日ねリクエストが多かったのが、ツインターボの映像を見せてください。ツインターボ分かんないでしょうか、猫さん。はい、すみません。ものすごい逃げるんですよ。最初からスタートから猛ダッシュかけて早いんだ、最後までゴールまで行っちゃうっていう。さあ、それも含めましてですね、今日は、お伝えをしたいと思います。こういうのいただきました。ツインターボを買って興奮した覚えが、動画見たい、そしてもう一つです。福島は名馬が走ったことも、成田ブライアンが走りました。皐月賞ダービー菊花賞を取った成田ブライアンが福島で走ってた。すごいことなんですよこれ。そしてもう一つこれです。昔のザ・鉄火馬だった頃今と全然雰囲気の違った福島競馬場のスタンド、馬券売り場の様子が見てみたい。これ驚きます。まずこれからいきましょう。1978年で、ほら今みたいに自動の販売じゃないから、裏でお母さんたちがこうやってお札計算してた、手渡しだったんだ。そしてほらおじさんばっかりですよね。それからあの競馬の芝もなんかね、ちょっと今の色とはちょっと違いますけども、この後ですよ、強烈すごい人でしょ。はい、大人気で、こうやってほら真剣ですね。もう今みたいに長澤まさみちゃんみたいな可愛い子がいない。今女性にも人気ですね。女性にも人気。そしてほらこうやって皆さん、負けたね、馬券を見た捨ててってるっていう、全然違う風景だったということなんですが、絨毯のようにしろくなった。そしてこれがツインターボなんですが、すごいんですよ。最初からダッシュでいきます。500m、まず見どころは5頭の先行馬、これがどういった一番になるかです。大きな歓声に、この時44,000人以上の方が、さあ直線コースに入った、あと 200m 余り、ツインターボ道が入った、懸命に粘る、外からアイルトンシンボリ、ツインターボ、アイルトンシンボリ、内からダイバジェームスまで3番手、そしてスナークベスト、それから早草を感じるが差がある。これはツインターボ、全開だ、ターボエンジン、この高橋アナの実況なんですよ。はい、素晴らしい。そして成田ブライアンです。この後本当にあれですよ、もうレジェンド級のこの馬になります。成田ブライアン、これは福島競馬場で走ってたってことがすごいことなんですよねっていう話なんです。さあ、このですね福島競馬、私たちをワクワクさせる競馬ですけれども、もう一つですね、大きく変わったことがあります。さっきすごかったでしょ、おじさんたちが。今は若い人たちがたくさん集っていて、楽しいアミューズメントパークと化してますけども、芝も変わっていたということです。ちょっとこちらをご覧ください。
展開をちょっとこれ今から30年前のですね福島記念なんですが、芝どうですかこれ。ほら芝とは思えないでしょ。結構ほら砂ぼこり土ぼこりが舞い上がってて、みんな外側の方から来てるんですよ。ところがですね、これ今の時代変わってます。芝の色に注目。ほら、わー、綺麗、すごい綺麗になったでしょ。これはですね、ちょっとこちらはですね2019年の、VTR の様子でしたけれども、すごい芝が綺麗だった。違いますと、そもそも福島競馬場は芝生にとってとても過酷な環境だった、はい、これどういうことかというと、なんとですね芝が成長するときに春の福島競馬、成長するときに夏の福島競馬、そして一番いいのが秋の、はいはい、明日からの福島競馬、だからすごく青々として綺麗なんですけども、もともとが非常に過酷だった、1994年までは、はい、野芝という芝で行われてだけだったんですが、これがですね1995年からオーバーシードといって野芝と洋芝を合わせた芝になって、年中青々とした芝になった。なるほど。そこにさらにですね、この野芝がですね、はい、全国で初めてある芝が導入された。これエクイターフっていうのが福島で初めて導入されて、これが実は長崎県五島列島産の芝だったということなんですよね。そうなんですか。そういう見方をしながら明日のですね、ぜひ福島競馬も楽しんでいただければと。